手加減しませんよ。よろしく。よし。ライト負けちゃった。手加減しませんよ。勝たせてもらうよ。
負けちゃった。負けませんから、よろしく。よし、よし、ナイスハット。ナイトン。悪いね、負けちゃった。負けませんから、よろしく。よし、ナイス。よし、ナイスハット。
ナイスだ。帰りたい。インフルエンザ滅びろ。こんばんは。いえ、はい、いえ、ええ、ところで、そうですね、まあ実は白衣を着ないといけない決まりはないんですけどね。え？エプロンだったりジャージを着てる先生も多いです。私も前に一回エプロンを着た時があったんだけど。ん？男女問わず生徒たちから大不評でして、結局白衣に戻しちゃった。まあ気持ち的にも白衣の方が引き締まる気がしますから、これでいいんですけどね、個人的にですが。へえ。八神さんはどっちが好きです？ありがとうございます。あと白衣は結構暖かいのでこの時期は重宝しますね。八神さんもおすすめですよ、似合いそう。
ん？あ、そうなんですよ。私、尾道夫くん大好きで、グッズも集めてるんです。八神さんもご存知だったんですね。あれは普通のフィギュアじゃなくて、ガレージキットなんです。一般流通してるフィギュアとは微妙に仕様が違うタイプで、ペイントも私なりの解釈を入れたりして、世界に一つの仕上がりになってるんですよ。波しぶきもレジンパーツにクリアブルーを重ねてキャンディーペイントにしてるんです。わかりますかね。あ、すみません、ちょっとテンション上がっちゃって。いえ、わからないことがあったら何でも聞いてください。教えに行きますよ。そうなんです、たまに検査だけしに来る生徒もいますよ。一度生徒たちと一緒に測ろうとしたんですけど、マークの空いている向きを全部覚えてしまって、もう測れない体に、はあ、あの、ええ、まあそこそこ。体育の後とか部活の時間は来室する生徒もいますね。そういえばさ、まさか、誰が老眼ですか。私まだピチピチの32歳ですよ。いえ、こちらこそ取り乱してしまって、ちょっとその手先があまり器用じゃなくて。はあ、あの、ドキ、なんでそう思ったんですか。私は本当に不器用なのだから。いやいや、これはクリーニング業者の人がやってくれているので、私は着るだけなんですが。つまり、うん？弁護士が来るまで黙秘をさせていただきま。お。もはやここまでか。はあ、私なんです。うん？私、血とか痛そうな傷口とか苦手で。
ジオ君の決め台詞はこういう時に使うのか。オーノー。はあ、せっかく憧れの保健室の先生になれたのにな。え？中学校の頃、私は学校に馴染めなくて不登校気味でした。それでずっと保健室で勉強してたんです。でもその時の先生はとても優しくて、後ろ向きな自分のことを見捨てないでちゃんと話を聞いてくれる素敵な人でした。いつか私も大人になったらこういう人になりたいなって憧れを持つようになりました。へえ。人としてそうなりたいと思うくらいで、同じ仕事をしたいとまでは考えてなかったんですよね。実際少し前までは私、不動産会社で働いていたんです。え？ただその会社が急に倒産しちゃって、残ったのは失業保険と自由な時間だけでした。そこで自分の人生どうしていこうかなって思った時に、お世話になった先生の顔が浮かんできたんです。先生のように不安を抱える子供に居場所を作ってあげて成長の手助けをしてあげたいって、大学に通い直して免許を取って採用試験も受けてと、長い道のりでした。それでようやくここに来ることができたんです。こんなですけど、生徒の将来を一番に考えて働きたいって思ってるんですよ。なるほど。ありがとうございます。ただうーん、他の人の血がこんなに苦手だなんて自分でも思っておらず。あの、八神さん。え？どうかこのことは内密にお願いできますか？せっかくここまで来れたのにまた無職になったら。はい。ありがとうございます。これって多いというか、ほぼそれですね。イメージと違うかもしれませんが、大半が事務処理ですよ。報告書類の作成とか、指導案や保険頼りを書いたりとか。今みたいに風が流行る季節は特に大変で、だからこうして誰かと話す時間って結構大事なんです。まあ私にとってはですけど。ええ。お待ちしてます。あの、結構多いですね。風邪とか以外に心の方で参ってしまう子もいるので、休ませてあげることも多いです。ふーん。進路や友人関係とかで気持ちが不安定になってどうしても抑えられなくなっちゃったりとか。私もそういう経験があるので、できるだけ寄り添ってあげたいんです。とは言っても自分の力不足を痛感する毎日でして。いえ。だといいんですけどね。